今日はライカについて話したいと思います。どうもこんにちは、 HMJ フォトグラフィーのチョンヒョンミンです。最近ライカによる M シリーズカメラの最新作 M11 が発表されました。そしてなんと持ってません。120万円します。察してください。ただですよ、これならあります。ライカM6。 外にいるときはほぼ必ずこのカメラは僕の首に下がっています。僕のリコー GR3 とともに絶対僕は離れないカメラの一つです。特別な瞬間に出会ったときにこのカメラがないと嫌なんです。僕のハッセルブラッドとともに本当に特別な存在のカメラです。ただ何がそんなに特別なんでしょうか。このカメラがあればもっといい写真家になれるか。ほとんどの人たちは、いや違う、写真は人が撮るものであってカメラが撮るものではないと言うと思います。ただ僕はなれると言いたいです。いやもちろんそのほとんどの人たちに反論するつもりもなければ同意します。写真は人が撮るものであってその写真家の成長なくしてはいい写真は撮れません。ただ僕がなれると言えるのは、このカメラを持っていると写真をもっと撮りたいっていう欲求を持たせてくれます。本当にこのカメラを持ってもっともっと出かけたくなるんです。だってライカですよ。昔なら家が建つって言われたライカですから、もちろんどんな家かはわからないですけども、いやまあ僕が言いたいのは、このカメラを持っていると本当写真が撮りたいっていうモチベーションをどんどん上げてくれて、もっと写真を撮るようになります。そして写真をもっとたくさん撮ると写真家としての成長も見込めます。ただこのカメラは本当にもうコレクションするだけじゃなくて、ちゃんと使ってあげてください。ライカ M6 には露出系が入っていて、とてもシンプルな LED ライトが、その露出が明るすぎるか暗すぎるか、それともちょうどいいか教えてくれます。まあそんなんなくてもサニー16でわかるわっていう人もいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり露出系があると本当に楽です。まあ見方によっては初心者にも優しいカメラと言えなくもないです。まあもちろん露出系を使うためにはバッテリーが必要なんですけれども、このバッテリーって露出系のためだけにあるので、仮に電池が切れたとしてもこのカメラは完璧に使えます。まあもちろん露出系は使えませんが。ライカの M シリーズカメラはレンジファインダーと呼ばれるカメラで、一眼レフカメラのように見えたままが写真に撮れるのではなくて、こうやって窓を覗くとこれくらいの範囲が写真に映りますよっていう線で教えてくれます。ですので中にミラーが入っていないんです。ミラーが入っていないのでボディやレンズも一眼レフに比べて少し小さめで収まります。また写真を撮るたびにミラーがパッチンパッチンしないので、シャッターを押した時にとても静かです。小さくて静か、つまりストリートには完璧なんです。ストリートカメラマンのゴッドファーザーとも呼べるアンリ・カルティエ・ブレッソンもライカのレンジファインダーを愛用していました。なんと朝ヒゲを剃る時以外は常にカメラを持っていたと本人が言っています。ライカ M6 って撮影者と被写体との間に壁を作らないカメラなんですよね。ですのでその親密さが家族などといった人生の一部を切り取るときに本当に素晴らしいカメラと言えます。この間のニコン F3 の動画でも話しましたけれども、
フィルムで写真を撮るにあたって一番大切なものは何といってもレンズです。そしてライカってもう意見はもちろん分かれるとは思いますけれども、世界で一番のレンズを作るんです。ただもう物にもよりますが、びっくりするくらい高いレンズも多いです。でもライカの M マウントレンズって全ての M カメラに使うことができます。まあそれがフィルムカメラでもデジタルカメラでも同じです。そしてもうちゃんとお手入れさえすれば人の寿命よりも長く持ちます。そしてこのライカ M6 もほんと戦車並みに頑丈に作られていますので、もう子供や孫、その先の人たちまでも使うことができちゃうんです。もうほんとライカのカメラとレンズはもう子孫代々、一家の家宝、遺産にもなり得ます。どうもありがとうございました。今日はライカ M6 について語りましたが、人にはそれぞれ違う素敵なカメラがあると思います。この動画たちを通してそれを探すのに役に立てればと思います。来週はもう一台僕にとって本当に特別なハッセルブラッド 503CX について語りたいと思います。ですのでぜひよろしくお願いします。いいねとチャンネル登録、そしてできたらシェアもよろしくお願いします。それではまた。